ジョン・マッカーサーは、イギリス・プリマス出身の軍人、実業家、政治家、建築家。イギリス領オーストラリアにおける農業発展の基礎を構築したほか、1808年から1810年には、ラムシュの反乱と呼ばれる暴動の黒幕となった。19世紀初頭のイギリス領オーストラリアで発展した、羊毛産業の先駆者であるとされ、オーストラリア国家の象徴的人物だった。 住居としたエリザベス農場の設計を行ったことでも知られ、建築家のジョン・バージにカムデン・パークエステートの設計を委託されたことでも知られる。父親のアレクサンダー・マッカーサーは1745年のジャコバイトの反乱後に西インド諸島に逃れ、イングランド帰国後には布地屋や服飾店を経営していたという。1767年、ジョン・マッカーサーは アレクサンダーの次男として、イングランドのプリーマスに生まれた。正確な誕生日は不明だが、1767年9月3日を誕生日として登録していたことが知られている。マッカーサー自身は生を M. アーサーと綴る期間が長かったが、しばしば綴り方がマッカーサーに変化している。最晩年になって、マッカーサーという綴り方を使用した。百八十八年十月には、 エリザベスと結婚し、1789年にニューサウスウェールズ軍団に加入して、注意となった。1788年には、アーサー・フィリップ初代ニューサウスウェールズ総督率いる、ファーストフリートがイギリス領オーストラリアに入植を開始しており、ネプチューン号に乗り込んだジョンとエリザベスの二人は、セカンドフリートで1790年にオーストラリア・シドニーに到着した。 1805年には広大な農場を取得し、商業的な利権を得た。第4代ニューサウスウェールズ総督のウィリアム・ブライトは、対立し、1808年から1810年には、ラムシュの反乱と呼ばれる総督に対する暴動の黒幕となった。マッカーサーは、自身の不正行為を認めて、勇気の国外追放処分を受け、フランスでブドウの木を収集して、 幸い技術を習得した上で、1817年に、再び、オーストラリアに渡った。マッカーサーはオーストラリアで、初めて商業的なワインの生産を行った人物であり、カムデンやペンリスでワインを生産した。エリザベスはオーストラリアへの航海中に娘を出産したが、この娘は赤ちゃんのうちに死去している。ジョンとエリザベスは4人の息子を儲けており、ジェームズとウィリアムは、 エリザベス農場で生まれている。1789年生のエドワードはイギリス軍中尉となり、1855年にはオーストラリアのイギリス軍最高指揮官を、1856年には初代ビクトリア総督、チャールズ・ホサムと第2代ビクトリア総督ヘンリー・バークリーの間の行政官を務めた。1798年生のジェームズは畜産業者、 政治家となり、1839年から1843年までニューサウスウェールズ議会上院議員を務めた。1800年生のウィリアムは植物学者、ワイン醸造家となり、19世紀後半のオーストラリアで最も活動的で影響力のあった演芸家とされている。ありがとうございます。